よし、作っていこう。勝負。はい、どうも、今日もお昼ご飯を作っていきたいと思います。今日は火は使いません。はい、簡単でおそらく個人的には日本一うまい釜揚げしらすの丼でございます。というわけでやっていきます。まずはタレですね。やっていきます。味ぽん、もう測ってやったことあんまないんやけどな。大さじ1.5 かな。大さじ2にしようか。うん、大さじ2でいい。そして白だし小さじ1/2。よし。で、めんつゆ、そうみのめんつゆですね。これも小さじ1/2ぐらい、まあ、大体です。いつもとちょっと違ってるかもしれんけど、うん、なんかこんな感じ。はい、やってます。でポイントとしてはごま油ね。ごま油も小さじ1/2か。はい、これで OK。 これがタレとなります。はい、それでは買ってきたしらす入れます。もう結構たっぷりでも美味しいんで、たっぷりと入れてください。まあ、これぐらいで買ったところで200円ぐらいなんでね、 お安いと思いますよ。はい、はい、まずはおネギ、もう薬味とねタレですね、ほんとこういうものはね。はい、でこれがポイントですね。みょうがを細かく切ったやつ、これあるなし全然違う。みょうがが苦手な方は私のしらす丼は合わない。ごま、大体ごまかけときゃいい。そしてたっぷりの大葉、今回は5枚分ですね。5枚分。はい、そして先ほどのタレをかけて完成です。あ、ちょうどいい量だな。うん、タレもちょうどいい。というわけでしらす丼どう？うまそうじゃない？はい、というわけで私が最高にうまいと思うしらす丼はこれでございます。まあね、何回も作ってるんで作ったことある方もいらっしゃるかもしれませんけども、おすすめでございます。食べてみてください。私は今から食べます。あ、はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで今日はこれじゃい。こううまいから、食べたことある人知ってるでしょ。これうまいから激うま。このごま油香るね、ごま油香るがあのいい仕事しています。激うま釜揚げしらす丼でございます。ほんと安いんで、こんなの安くでできるでしょ。300円ぐらいできますよ、しらす入れたって。もうちょっとするかな、400円はしないね。うまいんですよこれ。はい、まあ、というわけでね、いただきます。これはね、しっかりと薬味を散らばして軽く混ぜて、うまそうじゃない。いただきます。うん、うまっ。うちうち、俺これよりうまい釜揚げしらす丼食ったことないもん。うん、ほんとうまいから。ポン酢とごま油最高。あの卵とかなしね、卵は入れない方が俺いいと思うから。はっきり言って私そこまでしらす丼好きじゃないんですよ。でもこれは別格。
これね、京都のニュー京都駅近くのね、ニューエビスノっていう居酒屋さんでしらす丼っていうのを出してるんですよ。それパクった。どぎも抜かれてさ、そこで食べて、釜揚げしらす丼かよと。行ったら毎回食べますね、そこ行ったら。でね、このみょうがと大葉、ネギ、ごま、そしてやっぱタレ、このポン酢風味のごま油の混ざ、ごま油の混ざったタレ、そしてご飯は炊きたての熱々の飯、最高。このね、ごま油入れたっていうね、人天才やもんは。最初にニューエビスノの人かな。皆さんってしらすってどうやって食べます？釜揚げしらすね。醤油とかめんつゆとか、まあ、卵黄を入れたりとかね、あと梅とかも入れてもうまいね、梅肉ね。でも勝てないよ、これには到底勝てない。今日バッチリですね、タレの量も。めちゃくちゃうまいわ。まあ、その京都のね、居酒屋の京都駅近くのニューエビスノさん行ったら一緒のようなの食えますわ。ほんとあそこでしらす丼なぜ食おうと思ったかわからんけど、絶対普段で頼まんやな、しらす丼って居酒屋で。それがスペシャルきっかけやったもんな、このしらす丼にたどり着くのに。マジでうますぎるんで。まあ、ネギが嫌いとか大葉が嫌いとかみょうがが嫌いってあると思うんですけど、そういう人以外はね、ぜひ一度本当にやっていただきたい。簡単で宇宙一うまい、宇宙一うまいと言っても過言ではない釜揚げしらす丼でございました。というわけでごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったです。